神戸市東灘区阪神扇駅の近くで1歳未満のワンちゃんのしつけ方教室をしています藤本です。今日はですね、このクレートについてお話をしていくんですけれども、これ子犬ちゃんこれ絶対教えた方がいいんですけれども、どういうふうに教えてあげたらいいのかということで、初めの一歩を今日はお話していこうかなと思います。はい、このクレート練習の初めの一歩ですね。もう結構ね、このクレートなんか狭苦しくてなんかかわいそうっていうね認識結構多いんですけども、いや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 、絶対に教えた方がいい。もうほんまこれ教えないのほんまに損しますね。若いうちはまあどうにもこうにもなるんですけども、やっぱり年齢重ねてきた時に絶対に使うんですよ、絶対に。じゃあこの時にドカーンとね大変なことになっちゃうので、今のうちから練習しておきましょうねっていうのが僕のおすすめポイントですので、じゃあちょっとどういうふうに教えてあげたらいいんですかっていうところで、今日大事な初めの一歩をお話しさせていただこうかなと思います。なのでまあね、これからクレード教えようかなっていう方とか、ね、なかなかうまくいかないなっていう方はぜひチェックしてみてください。では本題に入る前にお知らせです。この YouTube の他にブログ、あと Instagram しています。ブログは僕の思いを発信しています。インスタグラムに関してはここ行こうっていう僕のお店の様子をアップしています。下の概要欄からチェックできます。よかったらチェックしてみてください。というわけでね、このクレート練習ね、よいしょ、はい、これなんですけども、初めの一歩何かというと、このクレート自体を好きになることなんです。はい、入れ方とか入り方とか、このドアのなんか締め方とかじゃなくて、これ自体を好きになるっていうことがめちゃくちゃ大事なんですよね。はい、まあ、これは別にクレートだけに限らず、まあ、全てのものでもそうなんですけども、特にこのクレートに関しては特にです。で、僕らからしたらね、こんななんか何この箱みたいな感じで全然怖くないじゃないですか。こんなね、怖くないって感じなんですけども、やっぱりワンちゃんからしたら、コインちゃんからしたらやっぱり怖かったりだとかがするんですよね。だからこの嫌いとか怖いね、この状況で教えるっていうのは非常に難しいです。やっぱり、ね、安全確保されたところでいろんなこと物事を覚えていくんですけども、これ本能的にね、人間もそうじゃないですか。危険なところでうわー怖いと思いながら勉強とかできますっていう話なんですよ。まず安心安全が確保された状況で覚えていくものです。はい、だからそこでのちゃんも一緒なんですよね。で、やっぱりあの嫌い怖いになりやすいのは、強制的にバコーンって入れたりとかするとなりやすいですね。はい、なのでやっぱりこう好きになるっていうことがめちゃくちゃ大事っていうことを覚えててほしいかなと思います。じゃあ宿題でね、じゃあどうしたらいいんですかっていうことをね、宿題をお話しさせていただこうかなと思うんですけども、今日からできること、ね、これがね、それこそ、ね、初めて練習していくんですって方、これどうやって好きにしたらいいんですかってことなんですけども、とにもかくにも、入るだけで OK。入るだけ。もうそっからでいいんですよ。だから今僕は扉取りましたけども、こんな感じで、もう全然入れるようにして、ご褒美とかでね、入るよ、入るよって何回もやっていくんです。で、これでね、これでも怖いって子も全然います。ね、そういった場合は、このよいしょ、この扉の上取れるんで、クレートって大体取ったこの状態で入る練習、足こうね、ここ歩いてここ入る練習っていうのをやっていくんです。囲まれてたら怖いけど、囲まれてなかったら怖くないっていうことがよくあります。はい、なのでそれはその子その子の上で全然違うんで、うちの子はこうどうやったらどの状態が怖くないのかなっていうのを見極めながら、じゃあこれで好きになってもらおう、だからこれ出したら入ります入りますってなってきたら、次じゃあ蓋をつけてやっていこうとかでやっていきたいんです。だからとにもかくにも、その扉を閉めて、ね、使えるようになるまではやっぱり好きになることっていうのがめちゃくちゃ重要なんです。だから入るだけで OK なんてことですね。はい、なのでまあそういったことでね、ぜひぜひ、クレートの練習っていうのを実践してみてほしいかと思います。わかりました、じゃあ今日からやりますって方、いいねとかコメントいただけると励みになります。よかったらお願いします。まあ、こんな感じで今回はね、このクレートの初めの一歩っていうことで、まあ、とにかくね、この好きになることから始めてあげましょうねっていうことをお話しさせていただきました。で、まあ、こんな話だけでも、甘がみとかトイレとかいたずらとか、子犬ちゃん特有のね、悩みっていうのはあると思います。うちでいうと、しつけ方教室でそういったお話をしているんですけれども、そのしつけ方教室の前の入学説明会っていうのがあります。
そちらね、概要欄にリンク貼っておりますので、1歳未満しつけ悩む方、これどうやって入ったらいいのかなってわからない方はぜひチェックしてみてください。というわけで今回はクレートについてお話をさせていただきました。ぜひ今日から実践してみてください。というわけでまた次回お会いしましょう。さよなら。